タイラー・パトリック・ロバートソンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州シミバレー出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。2006年の MLB ドラフトで、ミネソタツインズから3巡目指名され入団した。この年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグツインズで11試合に登板した。2007年は、A 級。 ベロイトスナッパーズで18試合に登板した。2008年は AQ フォートマイヤーズミラクルで15試合に登板した。2009年は AQ フォートマイヤーズで26試合に登板した。2010年は AQ ニューブリテンロックキャッツとトリプル AQ ロチェスターレッドウィングスで計28試合に登板した。2011年は AQ ニューブリテンで55試合に登板した。 2012年は開幕をトリプル A 級ロチェスターで迎え6月26日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビューを果たした2013年6月7日にウェーバーでワシントンナショナルズへ移籍した移籍後は参加のトリプル A 級シラキュースチーフスで26試合に登板したオフの11月20日にディエフェとなった2014年は トリプル A 級シラキュースで12試合に登板した。この年はメジャーに昇格することはなかった。ありがとうございます。